笠松運動公園陸上競技場から水戸ホーリーホック対アルビレックス新潟の一戦もお楽しみいただきます。このゲームの解説は前大宮アルディージャ監督の三浦俊也さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。三浦さん、はい、新潟がついにトップですね。そうですね、はい、もう J1 昇格に向けてね、はい、本当にもうサポーターも用意整っているという感じですね。敵地なんですけれどもバックスタンド右サイドはオレンジ一色です。では両チームのスターティングメンバーです。ホームの水戸ホーリーホック、ゴールキーパー本間以下、最終ラインが小川、鳥羽、木山です。中盤に北島、上園、栗田、山崎、山本、2トップに深川と吉田です。こちらがリザーブのメンバーです。菅野監督はこのところ前線の選手ストライカー陣に怪我が多い、ちょっと不安であると話しています。一方のアウェーアルビレックス新潟です。ゴールキーパー野沢以下、小林、セルジオ、丸山、神田、中盤に秋葉と宮沢です。右に寺川、左が深澤、2トップに宇治原と船越です。こちらはリザーブのメンバーです。マルクスが累積警告で1試合出場停止、それからベッドもちょっとコンディション不良で今日で4試合連続お休みということになりました。それからボランチのポジションアン・ヨンハは北朝鮮、朝鮮民主主義人民共和国の代表メンバーに招集をされました。月曜日に帰国をしまして翌週末9月7日の南北統一サッカー大会に出場します。今日の主審です、唐木田徹さん。アシスタントレフリーは野上さんと大西さんです。5時半現在で気温が 28.3 度、湿度は 72% です。かつては水戸の監督を務められました三浦さん、この笠松、はい、バックスタンドのフラッグ見てますと風が吹いているようですが。そうですね、ただそれほど大きな影響はないかなという気がしますが、はい、まあ、ひたちなかはですね、もうよく使いますけれども、そちらは海が目の前で非常に風が強いですが、それに比べるとこちらの方がまだ比較的問題ないかなという気がします。はい、またひたちなかに比べましても芝生のコンディション、このグリーンが鮮やかですね。はい、そのような感じですね、右エンド白のユニフォームがアウェーの新潟です。上下ブルーのユニフォーム、ミトボールで前半がスタートします。今前半がスタートしました。28節ミトホーリーホックとアルビレックス新潟の一戦です。いきなり高い位置でボールを奪いましたが、これはファールになります。声援を聞きますとかなりお客さんが今日は入っているようですね。そうですね、新潟に関してはサポーターの数、応援というのは J2 の2000人ですね、今シーズンはもう最多ですね、はい。最終ラインから長いボールです。落としてセカンドボールは簡単にクリアをしていきます。なおこれが今シーズンの3巡目ということになりますが、今シーズン2度の対戦はご覧のように新潟が取っています。戻して左足のシュート、オープニングシュートはこの人上園です。笠松の競技場ということで言いますとですね、今シーズンインターハイがあったんですね、まあ、その関係で昨シーズン の終盤までですね、クローズになって改修工事が行われたということで、また今シーズンからね、こんな形でナイター付きということで改修されました、ね。はい、あ、なるほど、はい。クリアします。ボランチのポジション栗田、シュートに行きます。低いボール、キャプテンマークは寺川です。まあ、今シーズン新潟の売りは船越、その下にマルクス、寺川、ベッドと入ってますけれども。そうですね、まあ、何が売りかということで言いますと、やはり3人、はい、もう点が、ね、取れるということですね。それに船越も入れると4人はもうかなり得点力がありますから、そこが今の新潟の強さということになります。はい、今日はその中ではマルクス、ベッドがいません。代わりを宇治原、そして深澤が務めると、はい、いうことになります。ね、まあ、そういう意味で言うとですね、今日のゲームは両チームとも中心選手が2人3人と抜けてるんですよね。はい、はい、で、まあ、お互い苦しい布陣ではあると思いますけれども、まあ、同じような条件かなという気もします。はい、神田から船越を使います。
なんといっても前節勝ちまして5連勝新潟がついに三浦さん J2 のトップに戻りました、はい。まあ、私は正直言って本当によくやってるかなという気がするんですね。他のチームと比べて決して戦争が厚いわけでもないですから、はい、その、まあ、同じようなメンバーですけれども、その中で非常によく結果出して非常に安定した戦いをしているなという気がします。はい、左を使います。開幕4節からずっと首位をキープしてきました大分が前節ついにその首位の座をこの新潟に譲ってしまいました。この新潟の首位というのは99年5月以来、実に3年3ヶ月ぶりだそうです。そうですね、私は記憶してますけれども、その99年の時には確か7連勝開幕して、はい、それで一度首位に立ったということだったと思います。最終ラインの左です。ベテランの神田、長いボールはオフサイドフラッグです。なおこの神田の左サイドバックのポジションなんですが、浦和レッズからジョージョ選手を獲得することになりまして、選手の補強を反町監督はしました。そうですね、まあ、どこのチームもそうですが、今駆け込みで J2 の場合は、多分今月いっぱいあたりが、補強の最終の締め切りということが多分あるのだというふうに思いますし、はい、まあ、あと、今までは三田を左で使ったりサイドバックですね、してましたけど、まあ、やはり右サイドの方がいいということで小林と併用もしてますが、やはり左で神田が怪我した場合どうするかというのはあると思いますし、あるいは最初から使おうという気があるかも分かりませんが、やはり同じポジションに、ね、2人やはり使える選手を置きたいということだというふうに思います。そうでしょうね。縦に行きます。その神田の裏のスペースです。これはファールになりました。新潟ボールです。上がっていったのは8番の北島。新潟サポーターからはカツオコールです。神田選手も36歳になりました。そうですね、まあ、実はこの暑い中で試合数も多いですからね、そういう意味もあるんだというふうに思います。はい、縦に長いボールです。小林から一気に寺川を使います。中で船越が待っていますが、これはタッチ終わりました。先週で首位に立ちましたけれども、ゴールキーパー野澤選手が話していたんですが、まだまだ自分たちはチャレンジャー精神で一戦一戦も大切に戦っていくんだと。この時期の順位というのは皆さん、まあ、監督それからフロントは考えるでしょうけれども、選手はあまり意識しすぎないことですか。そうですね、はい、ただやってるスタッフ選手とももうやっぱり先がまだあるんですよね結構、はい、ですからその時に一番大事なのはやっぱり44試合終わって1位か2位ということですから、結局はやっぱりラスト5試合あたりで1位か2位のポジションにはどうしてもいたいと、はい、今あると思いますが、まあ、初めて、ね、首位に立ったわけですけれども、まあ、チャンスだここからですね。小林のボールから宇治原が飛び込んできました。実際には1試合2試合で逆転できるところに3チームありますから、まだその、まあ、無我夢中の状態でもあると思います、はい、これが2チームで少し水を開けるような形になりますと、そうですね、意識するかもしれませんね、はい、なお現段階27ゲーム終了時点でトップ新潟が57ポイント55ポイントで大分トリニータ、53でセレッソ大阪です。まあ、ですからまだ残り試合も多いですから、この上位3チームに関してはまだ全くわからないと言っていいと思いますし、そうですね、はい、どのようなアクシデント起きるかわからないですし、これはパスミス。川崎フロンターレもまだチャンスがあるかなというぐらいの位置にありますね。46ポイントですね、入れてセカンドボール、これはシュートは打てません。なお今日2位の大分はナイトゲームで福岡と対戦予定だったんですが、台風15号の影響で早々に中止が決定しています。これは翌週のミッドウィークに開催することがすでに決定しています。これで今日の段階で新潟は、まあ、暫定的ではありますけれども1位から落ちることはないということになります。
延期された福岡大分戦は9月の3日博多の森で7時キックオフです。今日はでも、まあ、首位の新潟を迎えたということもありまして、三日の方は非常にお客さんが多いですね、はい、これは選手本当にやる気にはなると思いますよね、はい、ワンツーで左サイドへ見てシュート、先制水戸。いや素晴らしいシュートですね、右足で。なんとホームの水戸ホーリーホックが先手を取りました。非常に嬉しいだったですね、今のね、はい、決めたのはこの人13番の吉田。ちょうど深川とヘディングでのワンツーでしたね。そうですね、はい、まあ、ただその前の非常にあの攻撃の部分はアグレッシブだったですからね、はい、あ、結局ゴールはその後抜け出したこの山崎だったようです、はい、山崎のシュートで、まあ、山崎は、はい、あの今日はあの左サイドのミッドフィールドですけど右利きですからね、あの中にどんどん入って右足でシュートというようなシーンはやっぱこのように期待できますね。そうですね、開始8分で水戸ホーリーホックが先手を取りました。なんと新潟が追いかける展開です、まあ、ちょうど押し込まれる時間帯が長くなって手前サイドから反町監督が心配そうにちょうど出てた時なんですね。船越です、前向いて宇治原、宇治原自分で行ってシュートまで右足、セカンドボール、キーパー弾きました、はい、宇治原のシュートです。先発はこの人は7節以来久しぶりです、まあ、今日はあの、ね、先ほど西岡さんがおっしゃられたところで言うと、あのマルクスの累積停止、それからアンが代表招集ということで、ね、やはり真ん中の中心が2人いないということになりますし、ベッドもねちょっと最初に振りようということですから、まあ、それに対してあの水戸の方はですね、やはりストライカー最近は非常に活躍してた北川、はい、それからやはりあの水戸のアンですね、アンソンジンですね、はい、この2人やはりいないですから、これもやはり水戸にとっては非常に大きいということになると思います、うん、フォワードの北川ですけれども現在左膝を痛めている、それほど長く時間はかからないであろうと言われています。それでも菅野監督はちょっとフォワード陣が不安であるというふうに試合の前に話しています。まあ、ただあの深川あたりはね、あの私が記憶しているのは札幌でやってたというのは、はい、ありますけれども、十分ねこのチームでレギュラーでやれるだけの力はあるでしょうから、うん、はい、そのあたりはあのまたもう一回ねレギュラー取るというところで期待したいですけどね、寺川から宮沢です、秋葉、もう一度寺川、セルジオからのボールです、オフサイドはありませんでした。ゴールキーパーは本間です。ヘディング、セルジオ。ただ今あのセルジオとするというのは多分深川だと思うんですが、ええ、まあ、そういう意味では高さという部分では深川の非常に身体能力高いですから、十分やれるかなという気がしますけども、はい、ているのはアルビレックス新潟のサポーターです。試合開始前もバックスタンドではあのオレンジの、まあ、サポーターフラッグを掲げて声援を送るシーンもありました。非常にこうまとまった応援、これは選手の力になってますね。まあ、昨年ねあの仙台がそういうような形で、はい、あの大きな声援をね背にしてやっぱり昇格したっていうのはありますから、まあ、明らかにアドバンテージになりますね、はい、決して裕福なビッグクラブではありません。縦に行きます、寺川から船越、船越が行きます、拾って宇治原、同点1対1。まあ、非常に思い切りいいシュートだったんですけど、最後よく船越粘りましたし、はい、ただやはりディフェンスミスですね、水戸のもうちょっと処理を、はい、まあ、簡単にクリアすればできましたし、
まあ、自信があってつなぐのであればね、やはり正確に今つなげなければいけない、リスクを犯してはいけない場面だったとは思います。はい、対船越には今ディフェンサー2枚いましたけれども、そうですね、あそこでパス交換するのは悪いとは思いませんけれども、まあ、絶対にミスはしていけない場所ですよね。はい、まあ、それが起きそうであればやはりクリアしなければいけなかったというようなシーンだったと思います。先手を取られました新潟が11分同点に追いつきました。まあ、どちらかというと、まあ、新潟の方に取った水戸の点に比べると今のはちょっと残念というかもったいなかったなというような失点だと思います。相手のミスに乗じて取った点ですね。そうですね、はい、左サイドがスルーパス抜けてシュート、左足浮いてしまいました吉田。今のはいいパスだったんですよ。あそこでワンタッチコントロールすれば絶対あのチャンスはできないですから、非常に判断のいいパスだったと思います。水戸の立ち上がりは三浦さん悪くないですね。そうですね、なお宇治原選手のゴールは今シーズンこれが3点目、7月の13日セレッソ大阪戦以来のゴールです。スローに変わります。クリアをしたのは最終レーン鳥羽。神田のスローインです。小川のファールを取りました。最終ラインからセルジョが上がっていきます。蹴るのは左足宮沢、速いボールセルジョを使う、ここはうまくサイドへ、左サイド山崎、この人の先制ゴールで今日はゲームが始まりました。狭いところ縦に行きます。新潟の選手が今一人倒れています。まあ、今シュートが、ね、顔に当たったような感じだったですね。はい、顔面も押さえています。最終ラインの丸山、目でしょうかね、あるいは鼻あたりでしょうか。立ち上がりこれで三浦さんちょうど15分経ちましたけれども、ここまでの流れいかがですか。はい、J2 の試合というのは比較的守りから入るゲーム多いんですが、非常にお互い、ね、シュートまで行くシーンが多くて、はい、非常に面白いゲームだと思います。形を作っているのは水戸の方が多いようにも感じますけど、むしろそのようにも、ね、見えますね。特に水戸の左サイドからなんかよくえげってるかなというようなここまでの感じですね。はい、口にボールが当たったようです。選手最終ラインの丸山、その丸山です。丁寧につないで左が神田、神田のスローインです。宇治原ダイレクトで中へ折り返していこうというボールです。今度は右サイドへ寺川、競りに行きませんでファールを取られました。キャプテンの寺川です。しかしこの人は元気ですね。そうですね、まあ、私は寺川選手は相当長いシーズン見てますけども、ええ、やっぱり去年ですね、非常に伸びたなと思ったのはよく得点も上げてましたしね、はい、で今シーズンはまたその自信をやっぱり伴ってもうキャプテンにまでなったというような感じで、まあ、今でもやっぱり得点力は、ね、非常にありますよね。そうですね、右サイドからスピードもよし、それからもうチャンスと見るやアーリークロスを強いボールで入れていって得点圏もそうですね、この人は演出しています。
草木のボールです。ここからつながって欲しいですね。抜けた、戻してくる、シュートまでいけない、狭いところよく突破しました。今のもそうですけど、どちらかというと水戸の方の左サイドのところから攻めれますよね、見てるとね、はい、絡んできたのが山本と山崎です。山本選手も15節以来久しぶりの先発です。背中は水戸ホーリーホーク菅野正明監督です。まあ、あの水戸の方は今日ストライカー2人とも身長が高いですし、まあ、ポストプレイヤーとしてもうまく使ってますね、はい、深川と吉田の2トップです。その下に左から山崎、そして山本、北島というあたりが絡んでいきます。ノーファールです。セカンドボール拾って深澤です。お互いにグランダーのボールを蹴り合います。戻ってきたのが小川、宇治原です。はい、まあ、宇治原というのは非常に背が大きいんですが、まあ、どちらかというとあの非常にランニングが得意ですから、あのディフェンス力もありますし、はい、まあ、ポストプレイヤーというよりは、まあ、どっちかというとランニングプレイヤーという印象がありますね。そうですね、まあ、ですから今28番船越をポストプレーにして宇治原をまあ走らせるというような感じだと思います。はい、神田から寺川です。上がってきたら小林、内に返して秋葉が絡んできます。うん、戻したボールパスカットしました。一人かわす左サイド選手が余っています。また左サイドですよね、はい、うまく浮かせてボールキープ、中を見る、クロスがある、ヘディングです、ね、うん、これはあ、でも今新潟のディフェンスか、はい、よく守りましたよ。今中で待っていたのは深川です。巻いて折り返してきました。山本です。船越抜けて、これはゴールキーパーです。本間、木山のキックです。つながって北島、まあ、確かに水戸は非常にアグレッシブでいいですので、ええ、まあ、やはりゲームの中には、ね、当然流れありますから、このいい時間帯でやっぱり点取りたいというのはあると思いますね、はい、まあ、それではないとやっぱり90分の中でどうしてもその流れで水戸、新潟の方が良くなってくる時間帯というのがまた来ますからね。立ち上がりここまではホームの水戸ペースです。非常に水戸はディフェンスコンパクトですね、はい、ここからボールに対してプレッシャーをかけに行きます。右サイドの小林、浮き球、最終ラインの背後です。抜けて寺川、スピードがある、中に船越がいる、入れて戻したボールは長くなりました。宇治原が追います。戻して船越にはつながりませんでした。でも今あの寺川に出したボールというのは狙いが良かったと思いますね。というのは、はい、さっき私コンパクトと言いましたけども、ディフェンスのライン非常にスペースあるんですよね、はい、ですからそこは一つ狙い目だと思います。ラインが高くなった時の攻め方というのはいろいろ皆さんアイデアあると思いますけれどもね、はい、まずでもやはりゴールに近いところ、今神田が狙ったところがまず、はい、
一つ目ですよね、そこで通ればもうビッグチャンスになりますから、あそこの間にボールを入れてもやっぱりプレッシャーはやっぱり強いですし、スペースもなかなかないということになりますから、はい、でそこを右の寺川、それから宇治原はトップ下左サイドによく顔を出していきますけれども、その2人を走らせています、まあ、そうですね、あれ深澤もねスピードありますから、はい、胸トラップから直接狙っていきます。深澤かなりいいですね、ですね、はい、あそこでボールが収まるようになると新潟が苦しいですよね、はい、できればあのポジションで深川に自由に、まあ、トラップをさせたくないというのが新潟のディフェンスです。ご覧のようにフィールドプレイヤーは全部画面の中に入っています。船越、宇治原です。左サイド神田、新潟の選手が1人倒れています。ああ宇治原ですね、はい、競り合いましたからね、はい、今ね、頭です。まあ、頭と頭がぶつかったんでしょうね、はい、後頭部を抑えています宇治原、それから主審に何か船越が言っています。相当切れてるんじゃないかなと気にしてますけれども、衝撃があったんでしょうね。宇治原とポーンと肩を叩いて何か声をかけたのが木山です。今日は久しぶりの先発で11分同点ゴールを決めました。これも長いボールです。まあでも当然裏狙いますよね、はい、これだけ裏が空いてると、でこういうことも起こりますからね、はい、フリーキックです、はい、やっぱあのような裏に出してセカンドボールを拾えればねチャンスになりますから。まあ、水戸のラインがあと 20m ぐらい後ろであればですね、あれだけ裏に蹴ってももうタッチラインはある、ゴールラインはあると思うんですが、はい、ちょっとやっぱそれが高い位置にあるんだと思うんですね。これは試合の流れの中で監督によってはもう少しファーストポジション下がってもいいよっていう指示もあるんですか。そうでしょうね。ただ水戸は去年からどちらかというと今やってるような距離に設定してたなという印象あります、はい、さあ左足宮沢、右足寺川で す、まあそうですね、左足の方が角度としては簡単ですね。壁は今ざっと見たところ7枚揃っています。それから先ほどファールの後に新潟の選手が抗議に行っていましたが、あプレーが切れた後にボールを蹴ってしまったのか、イエローカードが出ます。少し遅れましたが本間ですね。まあ、フリーキック、レフリーが笛を吹いた瞬間にゴールキーパーがボールを戻さずに、まあ、外に蹴飛ばしたということですね、はい、支援行為のような形だと思いますけども、まあ、あるいは非進出行為というようなことだと思いますけどね。ゴールキーパーの本間にイエローカードが出ています。勝ち越しのチャンスは新潟、宮沢です。抜けた、キーパー反応しました本間、やはり宮沢が狙ってきました。拾って2列目から上がる、今度はカウンターです。水戸うまく拾います。あ、やっぱり裏がいますね、長いボール、これもつながります。キープをして宇治原、
ダイレクト戻してきて逆サイド、まあ、やはりそれがやっぱり新潟のチャンスに今なり始めてますから、はい、やはり何かしら問題はあると思いますね、ですからやっぱり蹴られる瞬間に戻るのが遅いのか、あるいは裏にスペースがありすぎるのかということだと思います、はい、この状況下では三浦さん、菅野監督はどういう指示を今そうですね、すればベストの選択になりますか、はい、まあ、あまりにも危ないようであればこのフラットなラインを変えるというのは難しいですから、もうゴールキーパーと最終ラインの距離を多少近づけるというのが一番リスクは少ないでしょうね、はい、ファーサイドに人数を揃えていますというのは神田、セルジオが一番遠いサイドです、その前ヘディング船越のようです、そうですね、まあ、木山はよく競ってますけども、はい、シュートが木山の肩あたりに当たって最後はゴールキーパーがキャッチしています、今の何回かのプレーでこうやってまた裏に狙いますけど、はい、これで新潟はもう前半ペースつかみに来てますね、寺川です、入れて船越ファールじゃないかとお互いにアピールをしています、寺川から船越、マークに行っていたのは木山でした、まあ、立ち上がりにはあまりこういう形がなかったんですけれども、まあ、そうですね、その最初のプレッシャーでちょっと新潟が慌てた時間帯だったと思いますが、それが落ち着いて、はい、あ、前に強いんだけれども裏にスペースがあるということで考え方をちょっと変えましたよね、はい、長いボールです、カウンターを狙いました、ここも早めに右サイド、はい、この辺りはどうなんでしょう、もう今シーズン3度目という対戦もありますし、はい、両チームのやり方が十分に把握できた上での対戦ということにもなるでしょう、そうでしょうね、はい、そういう風になると思います、まあ、あの水戸は前半、まあ、10分15分の間プレスにかけて先制点取りたいというようなやり方で、それはそれで成功したと思いますし、ええ、まあ、新潟はこの浅いラインをもう裏を突くんだということで徐々にペースをつかみ始めているんだと思います、はい、前半の8分に山崎のゴールで水戸が先手を取りました、しかしそのわずか3分後今度は新潟は宇治原が船越の落としたボールから同点ゴールを決めています、小川から長いボールです、これはキーパー野澤、まあ、今まで の、 あの水戸のゲームに比べるとですね、あのストライカー2人ともボールちゃんとキープできますから、はい、まあ、ストライカーの当てどころというのはなんかいつものゲームよりあるような気がしますね、見てると、山本がプレッシャーをかけに行きます、ペースを使います、左から流れてきました、山本ラインを割っています、壁を作って中の上がりを待ちました、山本、まだ山本選手は20歳です、このゲームが今シーズン17試合目、寺川右サイド、小林上がります、サポートに宇治原、その宇治原に当てます、寺川です、まあ、少しずつ新潟がペースに入ってきましたかね、はい、オフサイド、今のもう一歩間違えばこれも得点チャンスになりますから、はい、新潟はそのまま続けていいと思いますね、少しだけ飛び出しが早かったようです、船越、こちらもオフサイドです、今のはあの深川ではなくてその後ろにいた吉田だと思いますけどね、はい、ちょっと微妙な判定というか、もしかしたら取らなくてもいい場面だったかもしれないですね、
セルジオです。右サイド小林がスーッと上がっていきます。左から流れてきたのが北澤、セルジオ縦長いボールです。これが繋がります。小林ダイレクト戻してヘディングシュート、船越です。まあ、新潟良くなってきましたね、あのボールが通るんであればもう新潟はもう時間の経過とともにチャンスはどんどん作れるというふうに思います。もう小林も今マイボールキープの時には迷わず高い位置まで上がりましたもん ね。 そうですね。まあ、水戸の方はちょっとリスクは高いですかね、見た感じでは、はい。まあ、ですからあの前には多分強いと思うんですね。つまりあの自分たちの手前に来るボールは強いと思いますけど、裏に来るボールはやっぱちょっとあまり強い感じはしないですね、はい。小川です。高いボールになりました。ラインを割っています。ですから水戸の方はまず背後にいいボールを出させない守備、まあ、出し手の方のケアも必要ですし、はい、それから前線選手があの宇治原とか寺川スピードありますからね。そうですね、まあ、その通りなんですね。ですからあれだけ浅いラインを引くんであればやはりボールの出所のところにある程度プレッシャーかけないと、はい、いくらでもいいボールいくと思うんですよね、はい。ここでキープされますからね、ストライカーに。寺川です。左サイド戻してきて速いボールだ。今はちょうど中盤が寺川と深澤がポジションチェンジしています。深澤です。右サイド北島がスローインを入れます。キーパー深川ヒールで戻します。一気に今度は左サイドを使う、トラップしてシュートに行きます。ゴール、素晴らしいシュートですね。枠を捉えていました。いいシュートですよ。キーパーもよく弾きましたよ ね。もうあのワントラップの後からイメージはできてましたね。あの状況でシュートするとボールがドロップするんですよね、はい。ですからそれを頭に入れてキーパー取りづらいと思うんですけどもね。栗田の左足ボレーシュートでした。よく野澤が反応しています。前半残り時間は10分です。栗田が蹴ります。巻いてヘディングすらしてきた。流れていきました北島、山崎。久しぶりにセットプレーからチャンスをつかみました。ホームの水戸です。しかし今日はこれはもうお客さんの数の影響もあるんでしょうか、35分が少し早く感じるような感じもしますね。そうですね、はい。お互いねシュート多いですしね、はい。非常にテンポがいいようです。左を使います。山崎から縦一旦預けます。すぐにクロスを入れてゴール前、北島が追います。戻してきましたがこれはキーパー。ここもボールになかなかプレッシャーかけられません。宇治原です。宇治原今足元降りてきてもらいましたけども、やはり裏やられると思うと今度は下がりますから、その間に今度は今、ね、降りてきたというプレーですよね、うん、はい。非常に新潟は、まあ、左右のポジションチェンジも寺川、深澤とやりますが、上下のポジションチェンジも頻繁にやってますからね。そうですね。深澤です。
うまくかわす、中に入ってくる、結局ファールです。前節今シーズンの初ゴールを決めました深澤です。まあ、首位に躍り出たことによって地元のメディアはいよいよ J1 昇格かと、なんかそういう記事をずっとこう書き続けているんだそうですが、ただやっぱり、まあ、メディアの方というのはそういうことで、まあ、煽りますけど、実際にやっぱりそれにあんまりスタッフとか選手というのは左右されてはいけないと僕は思いますけどね。冷静でなくてはいけない。まだまだ実際決まったわけではありませんし、まだ長いし、まだ初めて立ったわけですから、はい、そんな簡単なことではないでしょうからね、まあ、その辺は分かっているとは思いますけども、はい、まあ、深澤選手もかつてはマリノスでやってましたけれども、環境を考えるともう全く違うんですと、ビッグクラブとは全く違うぐらい今厳しい条件ではあるけれども、その厳しいところが自分の成長になっているような気がするんだと、こう非常にポジティブに彼は考えているようですね。まあ、それは私も水戸にいた頃はやっぱりそういうような感じはやっぱり受けましたね、はい。まあ、J2 全体として言えるのはやっぱり非常になんて言いますか、やっぱり J1 でやってた選手も多いですけども、はい、まあ、やっぱりここでダメだなっていうようなぐらいの気持ちの選手も多いですから、はい、そういう意味では非常にみんなサッカーに対してはよく取り組みますね。そうですね。運営資金を考えましても両チームともにそれほど潤沢な資金があるわけではありません。今トップに立った新潟でさえ年間の資金というのは7億円前後だと、もう J1 から比べますと本当にこう破格の金額で今運営しているわけですよね。今日プレーをしている選手たちはほとんどがかつて J1 のクラブに所属をしていた選手たちです。カルゾロ前線、深川から右サイドです。最終ラインはフラット。そうですね。その裏のスペースを狙います。今上がっていったのは寺川です。非常にラインが高いミトホーリーホック。セルジオ。左の神田。前線を見ます。入れて船越へバックヘッド。意識は右サイドの寺川でした。ようやくゲームが落ち着いた感があります。そうですね。水戸の方がやはりちょっとボールキープできなくなってきましたね、はい、前半の最初の15分に比べるとややストライカー前の位置でキープできなくなってきたなという印象ですね、セルジオです。長いボールです。上がっていったのは右サイド小林。前線に預けに行きますが、このボールが繋がらなくなってきました。北島です。ミートボールのスローインです。カットしたのは神田。ちょうど手前に新潟ベンチが映っています。ベンチから出てベンチにちょうど右肩を寄せるようにして戦況を見つめているのが反町康晴監督です。
皆さん去年の新潟と比較されてこの反町監督のやり方新たに加わった点ってのはいくつかあるんですか。特に大きくは変化はないと思います。システムもまあ似てますし、はい、あとは相手によって多少微妙に変化させたりというやり方はしますね、はい、ただやはり強みは何ポイントもやはり得点をできる選手ポジションがあるというところがやっぱり新潟がやはり一番強いポイントかなという気がします。序盤の得点力というのはすごかったですからね、はい、まあ、一つはやっぱりマルクスの加入というのはもう間違いなく見逃せませんけども、はい、ただ寺川、ベッド、そして今シーズンであれば船越という点取る選手が多いですからね、そこは強みだと思います、はい、ここに来て引き分け2つを挟んで5連勝中なんですが、これは1点ないし2点しか新潟としては珍しく取っていません。現在トータルでは27ゲーム47得点、一番取ってるのは55得点のセレッソ大阪です。栗田下げます。山崎から丁寧にサイドを変えます。最終ラインに飛ば右サイドへ、このボールが抜けます。北島入れてキーパー出ます。野沢まあ、こうやって簡単に裏に出たボールが処理できれば、はい、水戸は浅いラインでもいいと思うんですが、ただ一本ミスればあのような浅いライン引いた場合にはもう失点につながりますからね。そうですね、はい、失点してしまったシーンを振り返りましても1対2という局面、ディフェンスが1枚多かったんですけれども、そうですね、そして最初にボールを奪っていたのは水戸だったんですが、はい、そこでパス交換しているうちに船越粘られて、まあ、こぼれ球を宇治原に決められたというような点だったですね。そうですね、上園です。山崎シュートに行きます。右足もらってから早かったですね。シュートは吉田、今日は吉田、深川、そして山本が絡んでいきます。栗田です。山本、そして右サイド深いところにボールを出していきます。間に合って北島、スローに変わります。まもなく手元の時計では前半の45分になります。今クリアをしたのは中盤から下がってきました秋葉でした。なお前半のロスタイム表示は2分です。抜けてクロスを左へ、このセカンドボールは新潟が取ります。カウンター、うん、浅いライン、アウトでしたね。ギリギリでしたね。ただ今はハーフラインのところで待ってるオフサイドじゃなかったですからね、はい、ちょっと惜しかったですね。船越です。船越とマークに行ってはなかったですね。今完全に、はい、マーク誰もいなかったですからね。マークを離された選手が右サイド、船越は左、まあ、自陣から見ると右側に流れていきましたがハーフエラインわずかに超えていました。栗田です。パスカット高い位置、前半ロスタイムあと1分です。これはうまく対応しました小川。拾って右サイド角度をつけます。そして縦に行ってオンサイド、しかしラインを割っています。まもなく前半終了の47分になります。
47分を回りました。寺川のロングスローです。そうですね、船越でしょうね。つながりません。ここで前半終了のホイッスルです。なかなかスピーディーな、三浦さん、面白い前半でしたね。そうですね、非常に試合開始からお互い攻撃的で、はい、シュートも多かったですし、見てる、ね、お客さんも本当に満足できるゲームじゃないかなというふうに思います。水戸から伺いましょうか。そうです。